江戸時代末期、1860年代の弁済船。大阪市の何和の海の時空間にある弁済船の復元模型。何和丸弁済船は、中世末期から江戸時代、明治にかけて、日本での国内海運に広く使われた、大型木造帆船である。米財船、弁済船とも記述された。弁済船の名の由来は、複数の説があり、確たるものは存在しない。 中世に、運送の従事者は、弁済士と呼ばれており、これにちなむという説や、へさきがある船を意味する、へさき材船が転じたという説がある。なお、弁済船の船乗りは、べざい衆、べざイ者と呼ばれた。もともとは、瀬戸内海で使用された中小船舶だった。近世前期の弁済船の石石石数は、110国から960国で、主力は250国前後であった。 18世紀より船型も蓄字を大型化し、350国籍が主力となり戦国を超える大型船も登場し、江戸時代後期には戦国籍が主流となった。この頃には、弁済船が広く普及し、他の船型を駆逐した結果、海船といえば、弁済船を指すようになった。戦国船は、船形に関わらず石石数を意味していたが、戦国済みの弁済船が広く普及したため、 弁裁船の属性として、戦国船と呼ばれるようになった。当初の弁裁船のみに見られる特徴というものは、あまりない。伊勢船や二成船との船体構造とさほど変わらない。ただ、船首のみが、赤船と同じく、太くなっており、他の船首形状に比べて、速力や両派性に優れており、この点が、他の船首を圧倒した要因と言える。ちなみに北前船、日垣海船。 村海船は、弁済船であり、五大力船などの小海船も、基本的には、弁済船と同じ構造をしていた。江戸初期の弁済船、ヤ倉式の上回り、水路内ではあるがヤ倉焦げという初期の特徴を備えている。江戸幕府は1635年に500国以上の船を禁止し没収したが、3年後には商船については、例外として許可した。しかしながら、 鎖国政策のため、外洋航行の必要はなく、内海、沿岸航海用に改良がされた。弁済船の流星は18世紀中頃に行われた、合理化を要因としている。それまでの海戦は反送ヤグラコゲ兼用という中性的な要素を色濃く引きずっていたが、17世紀に入って、爆藩体制の安定化に伴う経済の 爆発的な発展は、それまで有力大名と結びついていた特権合唱を衰退させ、海運にも価格競争を求めるようになった。そのため、海鮮業者たちは、航海技術を向上による、航海の迅速化と搬送専用化による過去の削減を目的とした改良を行った。その結果、18世紀の中頃以降、金世海運は大きく発展した。 船体構造金製前期と比較して、後期の弁済船は、炭鉱性の向上を目的とした、各種部材の厚み、太さの増加、減速の高さを増すための部材を追加している。さらに流骨に相当する甲と接合する、根棚が立ち上げ、さらに、根棚と接合する中棚が横に広がることで、安定性の向上と積載量の増大を実現している。これにより、 沖での航海が可能になった、弁彩船は、従来の地乗りから沖乗りへの転換がなされた。ホエド初期は、経済性の問題から、性能の良い木綿は軍船を除き、あまり用いられず、むしろ穂が中心であった。しかしその後、木綿の国産化が進むと海戦にも、木綿簿が用いられるようになり、17世紀後半には、弁彩船でも標準化される。当初は、 薄い木綿布を2枚重ね、太い木綿糸で差し子にした差し棒が用いられたが、1785年に、高額松江門が、太い木綿糸で折った丈夫で手間もかからないり棒を開発し、芝叩く間に普及した。半層下の焦げたの廃止や焦げたの稼働範囲の拡大、炎の膨らみの調整と、線形の改良による安定性、火事の大型化による操打性の高度、 火事相打性の向上のため時代を下るにつれ、大型化したが、春節を基本的に行わない当時の日本の港湾に合わせて火事を引き上げられるようになっていたので、後天時には波浪により火事や船尾が傷ついたり、破壊されることがあった。六六六路の装備によりほの巻紙や天馬船二の積み下ろしの労力が軽減し、省力化に貢献している。明治時代の弁済船。 スパンカーが追加されている。また、口述する、蛇腹ガきや、常とまも確認できる。明治時代、政府は、西洋式帆船と、日本式の帆船を区別するため、弁済船など、従来の日本式帆船を、大和型船と呼んだ。明治期になっても弁済船はその優れた、経済性と実用性、西洋船に対する法律の煩雑さや、相反の不慣れから、以後も、 内航輸送の主力として、西洋船の特徴を導入しつつ、昭和初期に規範船に置き換わるまで運用され続けた。西洋船技術の導入例は、6材の導入、火事の様式化、ジブスパンカーの追加、ホのスクーナー式、または、新死亡への変更や、弁済船と西洋船双方の船体構造を融合させた船体に、スクーナー式の搬送など、多種多機に及ぶ。 大前提として、弁済船は内航海運を目的とした船である。そのため、日本に来航した外国の外交船と比較すると、規模や炭鉱性で劣っている。また、甲板、竜骨、2本以上のほげた、2枚以上の帆の使用を、江戸幕府が禁じたという説は誤りである。龍骨は、西洋船の各形龍骨とは異なる。平底龍骨として、一般的であり、ほげた。 穂が一本、マイナノも過去の省力化を目的としている。また、状況によっては補助の穂を張る。甲板がないのはなるべく多くの荷を積むためであり、この結果として、弁済線が難破しやすくなったのは事実である。対策として、似たり等の総矢倉の弁済線も建造されたが、甲板を張ると採算性が落ちるので一般化しなかった。代わりに満載時は、 組み立て式の原則の波よけとして蛇腹垣が屋根として常と間が甲板のない箇所に山積みされた荷の周辺に設置された。18世紀中期の戦国石の弁済船は全長29メートル、幅7.5メートル、15人乗りで24ンボ積載重量約150トンであった。大阪市の何わの海の時空間にある。 戦国石の実物大の復元模型は、全長29.4メートル、潜伏7.4メートル、深さ2.4メートル、穂柱の長さ約27メートル、穂の大きさは18メートル X20 メートルである。弁済船は17世紀後期までは100国から500国石が主だったが、19世紀初期には、日垣海戦が戦国石、後期では、 村海線が1400国から1800国籍を主力とした。また2000国3000国籍の大型船も建造されていた。弁災線を含む海線の大きさは主要な積み荷であった米の積載重量で示される。石は溶石の単位だが、ここでは石数に相当する米の重量を示す。当時、米一国は40巻とされ、 米以外の荷物を積む際もそれぞれの重さを換算して海鮮に積み込んでいた。当初は実際に荷を積んで石石数を決めていたが、金星になると肩回し三方という主要寸法から石石分を求めるようになった。そのため石石数から溶石トンへの換算は不可能である。ただし1884年に船舶速度法が改正され溶石トンに習った。 船総容石が規定され、十立方弱イコール一国と規定された。こちらの石は容石なので先の重量としての石とは異なる。他に船の大きさを示す基準として、穂の半数がある。和専用の木綿棒は一定の幅の布を一端とし、それを石石数に応じて横に並べた数で南端穂と呼んでいた。この一端あたりの幅は当初は約三尺であったが、 18世紀中期には約2尺5寸となる。これは、弁済船が搬送専用になったために、それまでの搬送、ヤグラコげゲ用の頃に比べて、小布の消耗が激しくなったので、幅を縮めて寿命を伸ばそうとしたためである。後により丈夫なオリボが普及したが、幅はそのままであった。一例として1 0 0質の半数を上げると、前期は21単、後期は25単となる。 江戸前期の海戦は、順風搬送や沿岸工法しかできず、大阪から江戸までは平均で32.8日、最短でも10日も用していた。しかし、上期の弁済線の改良や、公開技術の発展により、江戸後期の天保年間には、同じ航路を平均で12日、最短では6日と、大幅に短縮されている。このことは当然ながら年間の稼働率を向上させ、 ネオ兵器に4を往復から8回へと倍増し、蒸気の船型の拡大も合わせて、江戸の大量消費を支えた。特に新面番船や新種番船に至っては、レースとしての側面から、前者は1859年に、大阪、浦賀を50時間、平均7ノット、後者は西宮から江戸までを1790年に58時間、平均6.5ノットの記録を出している。 新種番船は他にも3.4日という記録は珍しくなく、18世紀末では5日起きるのが普通とされた。この競争はクリッパーのように海船の運航技術向上に大きく貢献した。和船は大板と梁によって構成され、極材である除材や外反によって構成される、西洋船に比べて高い経済性を有している。一例として1878年に、 同じ戦国籍で業者が見積もりをしたところ、その船体価格は、弁済戦は2900円、西洋戦は4600円と6割もの高値となっている。なお1844年の戦果は戦国籍で約1000両、500国籍で約500両とし、日垣海星や松前と高戦は約2割増しとされていた。対応年数は標準で20年程度。 ただし11.12から15.16年目に大規模な補修工事を行う必要があった。ただし状態が良いものには30年程度の減益を可能としたものもある。ありがとうございます。